あれこれ行かなきゃダメかなみたいな。タイミングは今しかないって感じで。そうですね、自分の有り金全部使ってそれでも足りなくて、自分の車売って自分のマウンテンバイク売ってそれで金を作ってようやく行けたっていう感じですね。毎年毎年気になってて行きたいなって思うけど、アラスカの天気予報みたいとかね、スキー場どうなってんだろうなとか見たりしたらもうなんか焦っちゃいっちゃうね。そこに行こうかな。どうしても行きたいところがあったし、どうせ調べたって本で何も見たってわからないし、まあもう本当に身を委ねてみようかな。一言言ったら、ノリもスケールも全然違うっていう感じでした、日本では。まあ、いかんとわからんみたいな、でかさが。どんなトップのやつでも、あそこでやっぱかなりのアドレナリン出して滑ってるわけじゃないですか。雪山を滑るものとして、そういう斜面をやっぱ一度見てみたいっていう気持ちですね。新しい自分で、そこにチャレンジする。別にそれは、必ずしも、過酷なものではなく、その時その時の自分をそこでこう出して表現できたらいいな。なんか未知の自分を知れる場所かもね。なんか自分の持ってるもの全て全部出しても足りないぐらいのものはアラスカにはあるかもね。まあ本当に汚れたって言えば汚れたっていうか、もうそのアラスカ行くまでもそうだけど、行ってからも全てがこうお汚れされたみたいな旅だったし、だから本当にあれしたいこれしたいっていうのは、まあ漠然としたものはあったけど、どこどこ行ってこれを絶対やるっていうのは何にも考えないで行ったから、まあそれが逆に良かったのかな。新しい、今までにないアラスカだったね。今までどっちかというとエクスペディションだったりとか、まあヘリの撮影がメインのアラスカだったから、今回もまずメンバーも違ったし、あとは今まで以上にもっと近いアラスカというか、クレーシャーブレンドってどういうでしょ。氷が入ってんだ。ダメじゃないそれ。氷が入ってんだ。バッチリ流れてるね、ここね。じゃあじゃあ、アバランチ。ひどいね、これ。待機して、まあ、待機？奇跡的に入ってきたら、15分から20分ぐらい待つ。なんか今日は無理っぽいけどね。アラスカは多分適度にこう湿った雪が降る、そしてその雪の量が半端じゃないから、斜度60度ぐらいのところにもべっとりと雪がついて、そこも斜面になる。だから山という山すべてがもう滑れる場所になると。聖地だね、やっぱりね。聖地だと思った。本当にその道路脇に見えるあのコキッとしたえぐい山とか斜面が近いとこにあるなみたいな。アラスカっていう山は本当行く前はすごいスケールがでかくて、すごいお金もかかって選ばれし者しか行けないところなのかなと思ってたんですけど、でも実際行ってみたらハイウェイ車で行って、そのまますぐ歩いて、まあ、2,3 時間歩いたらでっけえ斜面が広がってて、すごいアクセスがしやすくて経済的にも優しいんだなっていうのを感じましたね。今日はね、上がっていってあっち行くかあっち行くからしいです。街から繰り出していって峠を早くで攻めてみたいな、山にちょっとずつ近づいていって自分の登れる技術限界まで登って滑ってとか。行く前と行った後はまあ変わるよね、スケール感とか見た目の。その
のスケール感の違いはすごい思ったね。やっぱりちょっとあそこまで登るわって言ったところがやったら30分かかったりとか、そんなのがザラだったし、やっぱりそのスティーブ面、シャドウのいいシャドウの場所がすごい身近にいっぱいあった。自分がこう求めれば求めるだけ山が応えてくれるというか、追求して自分がレベルアップしていけばまだまだ先はあるんで、それをこうもう肌で感じて、可能性がまあ無限なんだなと。そしてこういうところを自分のこうなんていうの、価値観のベースとして持ち続けることができれば、自分はいつまでもこうさらにこう進化していけるのかなと。チャレンジですね、はい、この山に挑戦してみろと。お前の滑りはどこまで通用するのか。
ぶっちゃけ俺もできんじゃねえぐらいに思ってたんですよ。あんなスムースに滑れて結構滑んじゃねえかなって思ってみたんですけど、いざ実際行ってみてそういう斜面の上に立ってみたら、なんか心臓がもう口から出るぐらい緊張したし、すげえ怖かったし、その自分の力のなさっていうのをちょっと改めて感じますね。小玉さんはもう全部すごいって感じ、経験とそこに行く勢いとか、すげえ。ちょっとアラスカの山っていうのは本当経験が全てものを言うみたいな場所だから、うん、最初は俺も何もできなかったし、何回も通ないとダメなんだなというふうに、例えばユウとか大輔が思ってくれたらこれはいいなと思ってて、やっぱり滑るためには登らなきゃいけないし、登るのも、ね、結構プッシュしなきゃ登れないところもあったりとかして、まあ、そういうのも含めて、うん、なんかこう経験を積んでいくのが大事だな。アラスカに行くってことは、まあ一つの楽しみだよね、こう人生において。It's nice and clean. Yeah, and I'll wait a couple of years to be all re-clean. Yeah. Okay.18, 19, and a $20 million bill, and I thank you very much. Yeah, I'm so glad to meet you. 人情がすごく熱い。そういう人に会えるっていうのも一つの楽しみだね、アラスカに行くのは。アラスカは本当人生の中では一つの本当の楽しみ。いつ行っても楽しいと思えるし、どんなとこに行っても楽しいと思えるよね。If you come back this way on Friday,They will do a fish barbecue for you guys. Okay? On the card. You call and you say you'll be back Friday, and they'll put together big feed for you. Okay? You can visit with us. We'll tell you some more lies. You know about how Alaska is so cold. Right? How big the moose are. We know many stories. You gotta... That isn't working, is it? Thank you very much. Thank you.自分もすごいいろんなみんなにいい影響を与えてもらって、なんかねすごい新鮮だったね今回ね。アラスカのメンバーはマジ最高でした、ね、みんなからちょっと刺激もらったじゃないけど、自分にはないスタイルもしたからめっちゃ面白かったですね。仲間と一緒に違うとこ行って滑ってると、やっぱその状況は本当常に楽しい。自分がへこんでる時でも周りがやっぱ助けてくれるし、すごいやっぱ支えになるし、その場その場は常に楽しいですね。
まあそれぞれ新しいセッションでよかったよね。うん、いや、いい刺激をもらいましたよ、今回のアラスカは。でも本当良かったよね、そのメンツね。もうバンドみたいな感じでさ、土佐回りっていうか、楽器はみんな違うけど、その一緒にセッションしてるみたいなさ、なんかそういう感じを受けたね。
Thank you.